久保さん、今回アンチリメイクさんのアにしましょうか。アンチリメイクさんへの動画撮ってあります。億万長者合宿シリーズ、999本でシリーズが終わって、1000話。まあ、今、令和ですけどね。10年後に、1000話っていうね。1000 <laughs> 話シリーズですね。1000話シリーズ。まあ、10年後ですけどね。 だ久保はまあ今年僕が40歳になるんで、まあ僕が50歳になったらですかね。10年前にこんな人がいましたみたいな。今いてますかみたいな。もう1000話ですね。そう、10年後。生きてればね。動画の方を公開したいと思います。いやー。 まあ、つまり10年、まあ、最低でも10年このやりとりが続くいうことですね。まあ、億万乗車合宿はね、まあ、999本で区切ってるんですけど。まあ、情報発信っていうのは、まあ、過去起こったことも未来、例えば昔、ノストラダムスの大予言っていうのが、すげえ爆発ぎに売れましたけど、まあ、予言がね、予言という情報がね、 まあ、昔は本でしたけど、めちゃくちゃ売れたわけですよ。ノストラダムスの情報が <laughs>。だから、未来も過去もね、あの、過去起こったことも情報発信できるし、未来のことも情報発信できるし、これからの日本みたいなね、どう変わっていくんだみたいな。ああ、だ、こうだ、言う、みたいな。まあまあね、情報っていうのは無形であり、いくらでも加工できるし、いくらでも変形できるっていう、 僕はもう情報しかないと思いますね。うん。だからまずこれを徹底的にマスターするっていう上です。マスターして、あとは何すかね。うーん。まあ各々、おのおのの収入の柱を増やしたいんだったら増やすっていうことですね。ただ、僕は太い幹に関しては情報発信が一番、まあ、ベストかなと思いますね。まあ、お金必要ないので。うん。 まあ前回の動画も言いましたけども、FX の稼ぐスキルがめちゃくちゃあったとしても、お金がないと稼げないんですよ。もちろんその借りてくるっていうのはちょっと度外視し,しますけども、お金がないとね、スキルがあっても稼げないんですよ。でも情報発信に関しては、無料のプラットフォームがいくらでもあるので、情報発信のスキルがあれば、いくらでも満載できるんですよ。うん。別にね、ガーシーみたいなチャンネル作れっていうわけじゃないんですけど、 ガーシーさんもね、なんか4,500万ですかすごいっすね。<laughs> ただ暴露してる。YouTube 使って暴露するっていうね。<laughs> 4,500万ですかすごいっすね。まあ相当バズってますからね。ガーシーチャンネルってな、今、何人だガーシーチャンネル、100万人、もう100万人かすごいな。100万人いてますね。 へえ、すごいな。いや、でもすごいっすね。これかなり回してますね、結構。うーん、かなり回してるな。へえ。だいぶ回してますね。すげえな。これ一番回してるのどれぐらい回してんだああ、400万回。 え三百399万回一番回しましたね。うん。すげえ回してますね。結構回してるな、これ。すごいな。みんな好きっすね。すごい、みんな好きっすね。もうガーシーさんの動画ほぼ見てないんですけど、すごいな。へえ、みんなやっぱ好きなんですね、やっぱ。 ね、ワイドショーはずっと芸能系やってますけど、まあ、人気あるんでしょうね。うん。まあ、あの、情報、これが情報の力っすね。<laughs> まあ、僕はあの、暴露系 YouTube はやんないっすけど、うん、でも、すごくないですかうん、コストゼロでね、4500万。<laughs> すごいっすね。うん、すごいなぁ。 なんでまあ、情報発信した方がいいと思います、うん。まあ、合う合わないとかでみんな判断するんですけど、いや、合うとか合わないとかじゃなくて、なんだろうな。例えば、なんすかね、いまだにポケベル使うんですかっていう話ですね。なんかその、情報発信が好きとか嫌い、ポケベルが好きとか嫌いとか、スマホが、スマホが好きとか嫌いとか、そういう問題じゃないじゃないですか。 もう時代の流れで、いや、スマホでしょっていう <laughs>。時代の流れで、一個人が発信する時代だよって話なんで、好きとか嫌いとか、そういう、なんかできないとかできるとかじゃなくて、な、例えばね、スマホ操作できません。え、どうするんですかって話で、いや、スマホ苦手なんですよ、と。まあ自由だけど、時代はスマホだよって話なんで <laughs>、なんかね、 も時代に応じて変化していかないといけないし、合わせていかないといけないと僕は思うんですね。だから僕もその、じゃ発信が得意だったのかっていうと、全く得意じゃないですからね。自分で話すっていうのができなかったし。でもこれからは、まああの、喋るっていうことが必要だと。まあ YouTube だっていうのは思いましたし、うん。まあこれからもやってきますけどね。うん、まああとはまあ、 こんだけいく、まあ何万回何百万回言ったとしてもやっぱそ、それでも時代がこれだけ流れてるのにまあ発信する人が少ないんで余裕で勝てますね <laughs> 余裕で勝てる自信しかないですねうんだってみんなやんないもん何百万回言ったとしてもやんないでしょうねうんやっぱそこにはやっぱリアルがまあ生存してるからじゃないですか就職して まあ仕事があってっていうのが、まあもちろんなくなっていく仕事もあるだろうけれども、それが一般的なまあ流れなので、まあそれがなくなれ、もしなくなるってことはないと思うんですけども、うん、結局そっちの選択にみんな行くので、別に発信しない就職するってことですよね、うん。正直僕は就職するという時代は終わったんじゃないかなと思いますよね。うん。就職するんじゃなくて、企業さんが、 発信者を採用するみたいな。スカウト、スカウト、まあ昔からもありますけど、なんかもう、面接に行くとかじゃなくて、逆にその企業が欲しい人材をスカウトする。で、スカウトなんでできるかっていうと、もう発信してるんで。だからその人の能力を、例えば YouTube チャンネル見れば、その人の能力がわかる。Instagram を見れば、その人の能力がわかる。だから、気軽にスカウトできるんですよね。だから今後はその、ね、面接、 だって面接ってすげえリスキーなんですよ。ね。なんか面接だけ上手いというか、面接対応というか。でもその発信の情報って、まあ面接よりいっぱい情報取れるので、今後は僕はその面接っていう概念もなくなるんじゃないですか。だってあれ、ね、久保さんあれコスパ悪いっしょどう考えても、うん。ね、面接、ね、不特定多数の面接して、 時間割いて、ね、あのー、会場用意して <laughs>、で、結果、まあ面接は良かったけど、実際採用してみたらなんか変だ、みたいなね。うんだ、だからもうすでにその発信してる人の活動だったりとか、内容だったりとか、そういうのを見て、まあ人事担当の人はこの人うちの会社に会いそうだからオファーします、みたいな。まあ今もあれ、やってると思いますけど、なんか、 あの面接活動ってもう正直コスパ悪いというか時代に合ってないんじゃないかなと思いますねうんそうだから選ばれるだからまあ僕は就職することはないですけども発信して選ばれるだから僕の場合はお客さんに選ばれるようにならないといけないですけど時代変わりましたね まあ時代が変わっても人が変わらないんで、まあラッキーですね。僕たちはラッキーです。時代が変わってるんだけど、多くの人が変わらないので、あのー、ライバル封鎖です。い <laughs> ってらっしゃい。